皆様、こんにちは。ゼトロ海外展開支援部戦略企画課の小野田と申します。本日は中小企業海外展開現地支援プラットフォームについてご説明したいと思います。まずはじめに、中小企業海外展開現地支援プラットフォームとはですが、輸出、海外進出、 海外拠点の運営などに関する中小企業の皆様からのご相談に、現地在住の専門家であるプラットフォームコーディネーターが個別にお答えする事業です。ご利用は無料です。プラットフォームを実施している国・都市はご覧の十九カ国地域二十七カ所になります。 プラットフォームをご利用いただく際の要件についてご説明します。まずは、中小企業基本法で定める中小企業小規模事業者の定義に当てはまること。さらに、経済産業省が定める2つの要件をどちらも満たしている必要があります。 経済産業省の要件の一つは、えー、資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている中小企業、小規模事業者ではないこと。そしてもう一つは、えー、確定している直近過去3事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えない中小規模企業、小規模事業者であることです。 また、えー、輸出、海外進出、海外の自社拠点の運営に関するご相談であること、日本への輸入に関するご相談は対象外となります。相談者ご本人からのお申し込みであること、第三者に代わってのお申し込みや、えー、第三者への情報提供を目的としたご利用は対象外とさせていただいております。その他、か、えー、JETRO の利用規約に 同意いただけることまたサービスご利用後にゼトロのアンケートにご回答いただけること以上が主なご利用要件となります続いて、えー、プラットフォームのサービス内容についてご説明したいと思いますこちらに記載の通り主に3つのサービスを提供しています まず1つ目が市場調査相談サービスです。これは、えー、海外ビジネスに関するご質問に、コーディネーターが自身の知見や経験をもとに個別に回答するものです。えー、現地マーケットの最新事情や競合となりうる現地企業の情報、えー、現地で事業展開する上で留意すべき点などについてお知り,ないお知りになりたい場合にご利用をお勧めします。あるいは、えー、海外拠点の運営に関するご相談。 例えば、現地の税務や法務、労務などについてのご相談も受け付けております。回答形式は、コーディネーターとの面談、もしくはコーディネーターが作成するミニレポート、どちらかをご選択いただけます。続いて2つ目は、企業リストアップサービスです。 これは、えー、現地の市場調査がお済みの企業で、現地企業との商談を希望される企業向けのサービスとなります。お申,しお申込み者のご希望に合わせて、えー、取引先広報企業の情報を一リストにつき最大十社、コーディネーターがリストアップいたします。三つ目は、えー、商談アポイントメント取得サービスです。 これは、えー、原則先ほどのリストアップサービスをご利用になった企業でかつ商談準備が整っている企業向けのサービスとなりますお申し込み者に代わってコーディネーターが、えー、現地企業との商談アポイントメント取得にトライします、えー、アポイントメントがうまく取れても取れなくても、えー、コーディネーターが現地企業へのコンタクト結果をコンタクトレポートにまとめてお申し込み者にフィードバックします もし、えー、無事にアポが取れた場合はですね、えー、お申し込み者と現地企業との間で直接商談をしていただきます。ご希望があれば、コーディネーターに、えー、商談に立ち会ってもらうことも可能です。プラットフォームサービスのお申し込み方法ですが、お申し込み受付窓口は最寄りのジェトロの事務所となります。東京都の企業様であれば、海外展開支援部戦略企画課、 東京都以外の企業様は、最寄りのジェトロ国内事務所。在外日経企業の皆様は、最寄りのジェトロ海外事務所へお気軽にお問い合わせください。担当者がご相談内容をお聞きした上で、お申し込み登録用の URL をメールでお送りします。えー、最後に、えー、プラットフォームサービスをご利用いただく際の留意点をお伝えします。 お申し込みを受け付けた後、ゼ ZETRO からコーディネーターに対応可否を確認します。コーディネーターから対応可能と回答があった場合のみ、正式にお申し込みを受理します。ご相談内容や分野によっては、コーディネーターの知見、経験では対応が難しいとの回答が来る場合もあります。この場合は大変残念ですが、正式なお申し込みに進めません。 また、より多くの皆様に本サービスをご利用いただけるよう、1社につき同一年度内にご利用いただける回数の上限を設定しています。この点、えー、ご理解をいただけますようお願いいたします。えー、詳しくは JETRO ・えー、ジェトロ中小企業海外展開現地支援プラットフォームのページをご覧ください。皆様のご利用をお待ちしております